緊急事態発生。岡野が現場に現れず。いや、ユーホテクスじゃないでしょって思ってましたが、クスでしたね。岡野に何が起こった？埼玉を中心に展開するガーデングループが今宵もパチンコスロットの新しい楽しさをお届け。新感覚自腹実践ドキュメント、新お庭伝説。この番組はガーデングループの提供でお送りします。新シーズンに突入し始まった埼玉ガーデングループを舞台に、毎回2店舗で行われる個人戦。今シーズンの通算の順位はご覧の通り。首位争いは岡野と夏美が大幅プラスでデッドヒート。今回の舞台は総台数1000台を誇る新ガーデンヤシオ。そしてもう1店舗は総台数800台を誇る新ガーデン北与野。2店舗に分かれての個人戦、果たしてどんなドラマが待っているのか。さあ、始まりました新お庭伝説。今回は2店舗同時収録個人戦バトル。今回私たちは新ガーデン北与野店で実践となります、はい、前回りんちゃん北与野で実践しましたけども、はい、結構やられたよね。あの初めての、参戦でしたので、うん、意気込んできたんですけど、一番最悪な結果を残して帰るというぜひともりんちゃんにあの視聴者プレゼントをゲットしていただきたいなと。そうですね、頑張りたいです。サダマプラス一発させていただきたいなと、はい、ちなみになっちゃんはどうですか、個人戦バトル好調だっていう話聞きましたけど。めちゃくちゃ調子いいんです。なっちゃん本当お庭の成績めちゃめちゃいいよね。そう、なんでなんでしょう ね、 ねみんなでプラス10笑顔で終われるように頑張っていきましょう、はい、そしてあのお庭メンバーとコラボしたキッチンカーの方も来ておりますので、番組6周年を記念してお庭メンバーとのコラボメニューが食べられる屋台、収録日に各店舗に登場します。今回はりんちゃんが実食させていただきます。こちらがですね、私の屋台のメニュー、絆オムライスになります。いやー、想像以上に可愛いです。食べるのもったいない。おいしいこちらに私のステッカーもついてきますので、皆さんもよろしければぜひ食べてください。視聴者プレゼントの方も頑張りますよ。狙ってくださいね。お願いします。勝つ時はでかく頑張ります、はい、勝つ時はでかくということで、はい、はい、それでは早速実践スタートです。頑張るぞ。おう。そして一方、瑞希が一人並ぶヤシオ。おはようございます。まあ寒いのなんのって、そりゃそうですよね。一人うるさい熱い男がいないんですよ。なんと岡野が収録日に現れず、しかも連絡つかない事態に。さっきね、ようやく連絡取れたんですけど、今起きました。第一声何を言うのかちょっと楽しみに。岡野の寝坊で幕を開けたヤシオ、一体どうなる。この日も大勢のお客様が訪れたヤシオ北与野。抽選結果はご覧の通り。とにもかくにも北与野から実践スタート。シバリオがここに来たんですね。あ、ちょっと絆が埋まってるから私も絆行こうかな。絆行こうか。早めに並んだパチンコ狙いの2人は、エヴァンゲリオン背の方向から取っていきたいと思います。さあ、私はレールガンにします。では北与野の美女3人実践開始。ということで、これからレールガンを打っていきたいと思います。前回の屈辱を晴らしたいりんちゃんが選んだのはレールガン。239分の1のライトタイプだが、ひとたびラッシュに入ればおよそ 80% の継続率で大量出玉も期待できる。スタート直後、どこ行く気だ。え、ちょっ
しょう。いやこれは朝一大チャンスすぎる。私このリーチ外したことないです。これが私の戦略だ。早すぎ。時短上、しかしあっさりと、嘘でしょ。何これ。今日のりんちゃんはこれだけでは終わらない。おおおお、テンパりました。能力風呂突破戦。あれ今チャンスアップ入りませんでした。え、うわ、当たった。時短終了後12回転であっさり2回目の初当たり。あ、中身による。赤以上、赤以上。え、全然、おお、来た。来ました。光ってます。ということでラッシュに突入します。いきます。はい、ということで無事ラッシュに突入しました。さらに、あれ、あ、大当たり濃厚のキャラです。このキャラ継続できました。危ない。よしよし、ここから一気に波に乗り連チャンを重ねていく。その結果は、あ、終わっちゃいましたね。さあ9連7千発弱。朝一から勢いに乗ったレインちゃん、好スタート。お庭で打ちすぎなんじゃないかって自分でも思うんですけれども、やっぱりこうガーデングループ全体的にも台数がすごいのでやっぱり打っちゃいますよね。ということで今回も朝からエヴァンゲリオンで勝負したいと思います。思わず打っちゃうという大好きなエヴァを選んだ夏美だったが、AT フィールド全開だったらね、あったかもしれないんですけど、なかなか当たりを引けず。ここで質問コーナー、なっちゃんに質問です。ということでありがとうございます。男女の友情はありなし、嫌とかではなくないなって個人的には感じてます。もちろんその男女の友情ですごく仲の良い友達同士っていうのすごい憧れるんです、憧れるんですけど、でもやっぱ結局なんかどっちかがなんか好きなんじゃないかな、好きになってしまう、ないかなって、ないというか、そうですね、本当はあるって思いたい方のないです。なるほど、皆さんはありですかなしですか。これでも当たる時あるからね。その後もエヴァで勝負を続けるも当たりは引けず、流れを変えたいと移動を開始。これ打ちますね。エヴァも打ちたかったんですけれども、こちらのからですね、新しい方の月光の旅人って U タイムがついてなくて突入率がちょっと高くなっている、こちらのスペックの方まだお庭では打ってないので、こちらからやっていきたいと思います。この移動で流れを変えられるか。うわ、刺さった。バロッケン久しぶりに刺さった。怖い怖いよ。でもまあこれは行くからね、チャンスではあるんですけど、当たってほしいよ。こっちこっちこっち。おお、頼む。もっと頑張れ頑張れ頑張れ。どうでしょう。ガロケンか。やった、取りました。本当だった、当たんないと思ったけど。
がとうございます。お前頑張れ、お前頑張れ、あいった、お前頑張れよ。ロックか、お助け来い、よし来た、終わった。終わった、波に乗ったか。来た、ありがとうございます。倒れてました、いやよかった、もうありがとうございます。そして続いた4連チャン目、6ね、嘘でしょ、もうやめて、本当にやめて、なんだこれは、厳しいな、厳しいよこれは、これはきついよ。勢いに乗れず4連チャンで終了、夏美逆転ならず。はい、私が朝一選んだのはこちらバジリスク絆2です、なんとかね取れたということで、こちらでしっかりと、当たり、そして出玉を見せていきたいと思います。頑張ります。なんか私の絆に対する記憶がね、絆2じゃなく絆の方でしかないので、お、巻物取りました、発展、あ、チャンスアップはないか、あ、チャンスアップ入ってます、ダダダタン、はい、OK。 とりあえず朝一、56ゲーム、57ゲームで、BC 入りました、バジリスクチャンスです。とりあえず玄之介でいきましょう、最初は。さあ厳しいですね、525人で失敗、はい、当たりは軽いがモヤモヤした展開が続く、はい、残念よ。麗華様、そろそろ大きな一発を決めたいところ、これは当たってほしいね、はい、OK、 69ゲーム、お、青い色の白、お、強チェリーで、どう、おっしゃー、やった、一発でいけた、あ、しかもおぼろちゃんスタート、おぼろスタートの継続率を生かし、どこまで伸ばせるか、継続はするんですけど、いやー取りたいよ、取れない、もったいない、この後も調子よく継続、オッケー、あーやってもうた、これはやっちまったな、あっけなさすぎると思いきや、おぼろちゃん、あ、弱すぎる。続いた6セット目、お願いします。いやー、やっぱそうよね。ないですかね。ないですか。677枚。麗子様、6セットで終了。しかし、まずはプラス1へ。岡野も活躍するクズパチが、YouTube の新お庭チャンネルにて大好評配信中。他にも見逃してしまった新お庭伝説やオリジナルコンテンツも続々配信、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。3月のガーデングループ最新大情報、パチンコ筋肉マン3、筋肉性多い争奪編、カジバゴールド P、 とある魔術のインデックスライトプレミアムバージョンを大量導入、さらにシンガーデン各店舗がご覧の日程で新装開店、
皆様のお越しお待ちしております。続いては水木一人のヤシオ岡野が遅刻で水木一人で実践スタート。入ってますね。番長ベロ取れました。はい、それでは朝言っていた通りですね、オート番長ベロを狙いない確保できます。指定ポイントですね、これが390ポイントで必ず一周に到達という形になります。簡単に説明すると、この周期って言ったんですけど、この指定ポイント解除で一周期到達して、どこで当たるかといったところで、何の決めで当たるか、周期管理の題です。今、ひび割れ、まあ、祭殿じゃなくてひび割れも入ったんで、あと奥に行きます。はい。これで一周期到達です。もっとじゃまだじゃさほど熱くない縁日だしね。いや、そんなバカなダメでした。そして回転して30分が過ぎた頃、すいません申し訳ないです、ごめんなさい、すいません、罰も受けましたんで、本当に1万2000円なくなりました。水木さん怒ってなかったかな。ちょっとまだ誰にも会ってないのでちょっと行ってみましょうか。まあまあ、まさかさ、遅刻してきて喫煙してるとかそんなことはないですよね。やってない、あれあいつやってますよね。おい、すいません本当に体を害を与えようと思って知ってました。自分で体を自分で害を与えたかったんです。何がだよ、ついてだけだろ。反省の意味を込めてうまい棒でも打ってください。なんだ大好きですよ、僕うまい棒好きなんですよね。高須クリニックかうまい棒でも打ってください。やめて、大指定しないで。でとにかく無事に到着した岡野、まずは店内をチェックして様子を見ることに。わー、やっぱエヴァがもういっぱいっすね。エヴァとかもいいなと思ったんですけど、そしてまあルパンね、まあ寝台ルパン、ルパンも取れないでしょうね、まあ、高須院長とうまい棒ね。この辺のコーナー、端っこのコーナーに遅刻した人間は行くっていうのは結構定石セオリーですけど、まあリゼロとかねやりたかったんですけど、もう私にそんな権利はございません。うまい棒から、始めようと思います。これはね超面白いんですね。単純に激面白台です。遅刻した岡野はうまい棒でスタート。あー、いける、よし、いいぞ、行ったんじゃない。はい、行った。で行くとですね、こういう風に、なりまして、向くか向かないか以上です。ダメだ、向かない。向き方が違うから。まず一方、水木は番長をゼロで勝負続行。お、最後にチャンスアップ。どうだ、あー、そうやね、ダメよね。何が何でも AT 入れなきゃ。しかし大きなチャンスはなく、ついに、606ゲーム、投手20本。逆に
にレギュラーでいいんだよな。まあそんなことはいかねえ。青七がいい。赤か。赤七だと AT 期待度 45% ぐらいですね。はい、で分かりやすくゴーテスを選びました。で前半20ゲームでこのメーター、男気メーターの色をだんだん温めてって色を上げていきます。緑です。まあ期待度でいうと 40% で、これが後半。なんとか緑まで上げたところで後半パートへ AT 突入なるか。まあ、ここでももちろん抽選されてます。これで揃わなきゃ無理。ないです。出場画面デフォルトですね。 AT 入らず。天井到達も AT ならず。水木苦しい展開に。赤野はうまい棒では当たりを引けず店内をさまよう。開いてる。リゼロが取れた。リゼロやります。運よくリゼロに空き台を発見。これがまさかの展開に。やってたいな。さあでこれが振り向いたら熱くなる。あれ、70% のリーチになります。これだ。こっち振り向くんですよ。さあ行きますよ。これ向いたら 70%。 うらーやばー。さあ行くよ。見たことないやつだ。普通これが落ちてくるんですけど。え、何これ。初めて見た。あのね、このボタン3000発確定です。大丈夫です、大丈夫です。あー、すごいよ。3000発プラスラッシュ突入。まずは移動成功。そしていないな。ああ、いたいたいた。当たる。これで当たり。ああ、よかった。さらに、これ保留で当たってるってこと？ほら保留で当たってる。うわ。さらにさらに。長い。うわ。3000だ。なくなるのが怖すぎて。タクシー代まで取り戻そうとレンチャンを続ける岡野。もうやばい。また3000発だ。3000発ボーナスが連続し大爆発。岡野タクシー代を引いても大勝利。そして最後に玲子様が動いた。残り時間を考え大移動開始。でもなんだかんだお客さんがずっと離れないのはバジリスク絆2なんですよね。あ、そしてエヴァンゲリオンはやっぱりすごいですね。やっぱ平日だけどこんだけ埋まっちゃってるっていう。あ、1台空いてる。玲子様、残り時間は少ないが盛り上がるエヴァコーナーの熱気に押され最後の勝負。わあ、成功したい。成功して。お、成功した。急にやってきました。大チャンス。正真正銘最後のチャンス、いけるか。お願いします。しゃーかっこいい。しんあいぎん。
なんかあるのかな、あれで当たったら核変動法とかもしかしたらあるかもしれないんですけども、無事イエーイ。さあここから160、ここから大連チャンなるか、2回転かなで90、おやレインボーになってる、やった美しい、はい、やりました、早い、嬉しい。はい、ああ早い早い早い押さずして勝手に、イエイ、残すところ30回転で無事取りました、イエーイ、嬉しい、3回目、うわお願いします。はー、はい、やった今回早かった、よかった、イエイイエーイ、楽しい。嘘だー、保留変わんない、変わんない。さあこれがラストで4950玉、最後のチャンスは4連で終了、レイコ様伸ばしきれず。実践終了、お疲れ様でした。まずは店内の状況を聞いていきたいなと思うんですけど、はい、パチンココーナーは、はい、最新台のルパンが朝から、うんうん、埋まっていて、うん、ガロももうずっとあのもう地域最大級の導入台数で、なのに埋まってますから ね、平日なのにすごい稼働だったんですよ、すごい稼働でした。ソフトコーナーはやっぱ入ってすぐの番長ゼロ、そしてその奥にちょっとあるバジリスク絆2、その2機種が、うん、結構いい出方をしてたなという感じがしましたね。期待斧の結果はご覧の通り、朝から好調のりんちゃんが番組初勝利ということでね、今回りんちゃんが無事プラスということで、はい、よかったですね、はい、嬉しい、お疲れ様でした、お疲れ様でございました、ということでございまして店内のね、はい、状況の方なんですけど、朝パチスロ私行ったんですけど、うん、まあ、やっぱ番長ゼロが稼働高かったかなと、うん、確かにね結構別に積んでましたもんね、はい、やっぱパチンコはエヴァ、エヴァねずっとですよね、あれずっとですね、あとまあルパンとかもね寝台で入ってまして、ね、ルパンも結構ずっと満台でございましたね、はい、遅刻した岡野がタクシー代を入れても大勝利で視聴者プレゼントゲット、対して時間通りに来た水木がマイナス、いいゴミ分だなでも、はい、こう視聴者の方に遅刻したけどプレゼントを渡せるということ、ああなるほどね、そうなんです、貢献したんですよ、 それは確かにそうでしょ、はい、そうなんです、だから皆さん本当に許してください。岡野さん遅刻はダメですよ、でも視聴者プレゼントゲット、よく頑張りましたということで岡野が見事1万発をオーバー、ご覧の商品をプレゼントいたします。ご希望の方はご覧の宛先までどしどしおはがきを送ってください。ガーデングループではお客様に安心して楽しんでいただけますよう、安心プロジェクトとして感染防止対策を徹底して取り組んでまいります。